ウクレレオーケストラオブグレートブリテンザウクレレオーケストラオブグレートブリテンは1985年に結成したイギリスのウクレレ音楽集団1985年にイギリスのロンドンでウクレレアンサンブルで古今東西の楽曲を演奏するグループとして結成された以後20年以上活動を続けロイヤルフェスティバルホール グラストンベリーフェスティバルといった地元だけではなく、アメリカ、カナダ、日本などでも積極的にライブを行っている。ウクレレアンサンブルという音楽生とは裏腹に、服装はアロハシャツではなく、男性は全員揃いの蝶ネクタイにタキシード、女性は黒のイブニングドレスと清掃している。デビュー当時は自作のフライング V ウクレレを披露し、話題を集めた。 メンバーはそれぞれテレビや舞台などでの音楽制作などでの長いキャリアを持ち、自らのライブではそのキャリアで得た音楽性を活かして楽曲をリアレンジして演奏する。有名なところでは、ケイト・ブッシュの嵐が丘をスイングジャズ風に、チャイコフスキーのコンペトの踊りや、セックスピストルズのアナーキーイン・ザ・ U.K. をサイモンガー・ファンクルや映画黒いジャガーのテーマ曲風に、 といった次第。また、デビット・ボーイの、ライフ・オン・マーズ、フランク・シナドラの、マイ・ウェイ、スティービー・ワンダーのフォー、ホーワンス・スイン・マイ・ライフ、ザ・フーの、恋のピンチヒッターなどの数曲を混合し、メドレーに仕立て上げるという荒行もこなす。二人羽織、三人羽織ウクレレパフォーマンスは彼らの、ライブでの定番メニューになっている。純メンバー、ありがとうございます。